こんにちは、土の子です。さあ、いよいよですね、本編のストーリーが終わりまして、マホラーエピソードが遊べるようになったということで遊んでいきたいと思います。いや、これが楽しみだったんだよな、僕。これどこの物語なのかな。行くをかける旅人、やられた後ってこと。マホロワエピローグやってみましょう。どれどれ。あ、やっぱりやられた後の話だね、これは。マホロワは生きてたんだ。じゃあマスタークラウンが砕け散った。そして、え、消えちゃった。どうなったんだろう。はあちょっとこうやって見たら可愛いな。まさか、あ色を失ってしまった、マホロワが。どこに飛ばされたんだ。真っ白、燃え尽きたぜ。真っ白にな。耳だけちょっと黒い。あ、目も黄色い。喋れなくなってる。ふん、ちょっと可愛いぞ。カービィに敗れたマホロワ、魔力を失いとっても弱くなってしまった。どん底に落ちたマホロワの復活をかけた物語が今始まる。魔力ポイントを集めて力を取り戻そう。敵を倒して魔力ポイントを手に入れよう。集めたポイントでマホロワは強くなるんだ。へえ。あ、全然ちょっと待って。自ら友達を裏切った過ちで異空のどん底に落ちたマホロワ、異空をかけ復活をかけ失った力を取り戻そうなんか頭書いてんのかな、これ。ちょっと可愛いね。空中で B 魔力9、え、魔力9、 B 魔力9点めちゃくちゃ弱くなってるめっちゃ弱い、めっちゃ弱くなってる。マホロワ、あ、ちょっと強くなった。ポン。あれだね、カービィのあの口からプップって吐く空気弾みたいな感じだね。あ、悲しい。えい、よし。これなんか強くなってってんのかな、それとも、あ、ちょっとあるぞ。何これ、どういう3コンボ、え、コンボ数とか関係あんの。おい、ワンツースリーフォーファイブ、どういうことだコンボって。あ、4コンボ。あー、びっくりした何何何、来るなー。おらおらおら、いて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 、ちょっと待って。お、ローパーじゃんこれ。ほらほら、不用意に近づきすぎっていうねコメントがあったんでね、こっからちょっともうちゃんとやってかないと。え、なにこれ、メロン、リンゴ、リンゴじゃないこれ。なんかウサギさんリンゴのなんか色違いみたいに見えるけど、なんでしょう。リンゴだいや違うかもリンゴじゃないかも。なになになに、おお、これどこなの。なんか後ろ見覚えあるかな。なんだ、よくね背景も見なきゃ。ステージクリア、魔力ポイント115で吸い込まれてちゃうのね。なんだ、え、2、4、5、5つの台座があるって感じ。ほう、なんかどう、ちょっと強くなったこんな台座が用意されてるなんて。魔力ボムを覚えた、果実のかけらの力によって魔力ボムを覚えたぞ。
かけらに秘められし大いなる力、5つのかけらを集めて失った力を取り戻そう。おお、ボム出せるようになった。マホロア強化、ほう、マホロアを強化しよう。集めた魔力ポイントでマホロアを強くできる。早速強化してみよう。何がいいかな。魔力級10をレベル2に。あ、すごい、浮遊力、少しの間飛べるようになるよ。体力がちょっとだけ増えるよ。これちょっと魔力級10強化しようかな。で、浮遊力上げて、上げたいよね、やっぱ。リフバリア、かっこいい。コンボが切れるまでの時間が長くなる。おお、あ、いいね、これ。イカ様、イカ様じゃねえかよ。イカ様するんかい。魔力ボムが、爆発が大きくなると。魔力級、うん、10の方がいいかな。高いところにも当たりそう。これちょっと強化しますか。よし。おお、ほんとだ、でかくなった。上の攻撃が良、くなるんでいいっすね、これね。あ、もうこっちも強化しちゃおう。で、次は浮遊力強化したいね。おお、いいね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 、強くなった。なんか音楽いいっすね。こっちだよって示してくれてる。1の1、ハイスコア、よし、行ってみよう。チュートリアルからの1の1ですかね、これは。いきますせー、トン、ほいほい。これ全部攻撃を、よし、オッケー。ほらほら、あー、いいね、なんか使いやすい、めっちゃ。俺は使いやすいな、さすが。コピー能力がないだけにベースが強いぜ。あ、飛べないのがしんどい。飛べないのがきつい。ほら、はい、イカ様。ああ、これでも上、あ、ミスった、これ。なるほどな、これ取れないよ、落ちちゃいけなかったんだ、失敗した。いや、戻れた。戻れた、優しい、戻してくれる。あら、行くぞ、イエーイ。なんか隠し部屋あるかな、隠し部屋。行くぜー。はいはい、よし。あー、落ちたらダメっていうのがちょっときついね。危ない。ほらほらほら、単体攻撃力は強くなったんだぞ。ほら、上、いいねー。コンボが多いとなんだ、何になるんだ。よし、はい、イエーイ、やったねー。ほら、ボムで、ボム食らっちゃいな、危ね。まだ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 やれますよ。お、なんだこれは、これはここか。ほら、ボム、あ、危ない。え、ちょっと待って、危なー。ふう、回復できたからよかった。どうなった？ん？まずはこれ、上も、おい、あ、いいね、これ。あー、これ出ちゃうのか。ほいほいほい。ほら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 。ほら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 。ほら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 。いいですね、コンボが。あー、15コンボ。あ、いいね、コンボ続くとあれなんだ、たくさんもらえるんだ。追加ボーナスみたいなのが。やりました。よし、1の1クリア、やったね。ハイスコア、え、コンボをつないで高評価を目指そう。マジか。ポイント集めてプラチナ評価を目指そう。そういう系ね、なるほど、そういう感じですね。速さも関係あるんだよね、多分ね。マジか、もくもくもく、いいですね、これで強化できると。何これ、試練の扉を開け。強化したマホラを待つ試練の扉、示されたレベルに技を強化すると開くんだ。へえ、ここが1の2に行けるっていう。なるほど、ちょっと待って、強化したい。あ、マホラは強化はこれか。で、浮遊力を上げようぜ。よし、行きましょう。異空のエアグリーフ、じゃあ強化したんで行ってみます。じゃあちょっと貯めといた方がいいね。はい、
はい、おい、いくぜ。なるほど。でここでこうして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 、 OK、 ほい、おお、いいな、いいな、いいな、なるほどなるほど、こんな感じか。ふむふむ、これやっぱ速さ競うんだよね絶対。危な危な、わーい、あ、もうクリアな感じで、ね、なるほど。魔力ポイントがまたまた200、初めてクリアで100、お、結構もらえるな、いいですね。ほう、ここは関係なしということで、ちょっとプラチナはどんなもんなんだろう。プラチナ取りたいな。なんで下降りてんのもちょっと待って、絶対僕もプロコンおかしくなってる、上押してんのに最悪。プロコン変えようかな、これなんか十字キーがね、上押し、横押してんのにね、上押してる扱いになってる。もうこれを全部、あー、ミスった、もうミスったよ。全然プラチナ取れる気配がしない。でステージ1で厳しいな、これもしかしたらパワーアップしてからの方がいいのかな。全力パワーアップしてから挑戦しようか、プラチナ難しいわ。ということで、じゃあ次回からね、しっかり始めていこうかなと思います。 1-2 から、次回スタートですね。ということで、これ戻るのはどうすな、タイトル1回行かなきゃダメのか、タイトル行って、1日1回のね、刹那の見切りやっていこうと思います。よし、これ一旦全部出ないとダメなんだな。はい、マホロアランド行こう。マホロアランドもね、しっかりやっていきますよ。行こうぜ、よし、イエイ。お、クリアしたからランディアが遊びに来たぞ。ランディアのおなりきりおめん、グランドローパーになってって言ってたな。そういや、お土産もらって、大冒険、そうですね、お土産も使ってみましたこの間ね。よし、じゃあお面をつけましょう。ランディアがない、違う、グランドローパーになってみてって言ってたから、はいグランドローパー、うーん、金ピカー、ゴージャース。よし、じゃあこれやりましょうか。で、卵爆弾みたいなやつが、クリアできてなかったっていうことでね、あちらはちょっと、次回ぐらいやってみましょう。さあやるぞ、集中します、1日1回なんでね、これ行くぜ、グランドローパーで行くぜ、よろしくお願いします。誰かいる、知ってる人いないかな知ってる人いない、勝ちたい、フレンドさんいないかな、行くぞ、 OK 行きます、勝負、ふぅ、どうだ、いけーいけ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 、え、嘘、そんな遅かった、みんな早すぎでしょ、やば、あ、タイム18だって、しょぼタイム18だって、しょぼかった、すいません、ごめんなさいあ、成績ボーナス20ももらえるんだ、いいね。おし、ちょっとじゃあミッションをちょっとずつ、マホロは図書館もやったんで、卵のやつはちょっとむずいんだよな卵、レーザーガンで、秘書スージーで、もうね、なんかあれがおかしいな、余力を半分残し、ガンガンブラスターズ、マジか、ちょっとなんか難しそうだな、なんかこれ難しそうじゃない、難しそうだな、
卵キャッチャーもめちゃめちゃ難しいんでね、卵キャッチャーだよね、さっきやったの。累計30人抜き、あ、これできる。刹那の見切りいくか、ワドルドゥのなりきり用面、ワドルディじゃない、ワドルドゥでしょ、面玉のこれでしょ。よし一つ目の刹那の見切り、よし、今日は刹那の見切りでいきましょう。どこにあったっけ、これか。よし、ミッションが、ワドルドゥ累計30人抜き、あ、もう余裕っすね。よし、じゃあなんで難しいでいきましょう。これでなんだっけ、裏のやつもらえるのかな。よろしくお願いします。いくぜもう長いのやめとけ。勝者カービィ、16だった今出た、熱い眼差し。ほら、あ、16か。次15じゃないと勝てないんじゃなかったっけ。あ、危ねえ、ちょ待って、16しか出せないよ。ふぅ、おし、かっこいい剣が。メタナイト大丈夫かな、落ち着いて。おーし、勝てたイエイ、やったー。え、ちょっと待って、累計30人抜き、え、まだなの。ということで、じゃあもう一度いきますか。ふう目玉で目玉でやるっていうのがねなかなか。今日18だったか、1回のやつ。ほいほいほほいパイ投げゲームになってんじゃん。これクラッカーだもんね。早く、はよ、よし、これだけマホラだけガチの剣っていうのがいいよね。よし本当に切りやがったマホロアだけは切るっていうね。あ、メタナイトもでもあれだね、お面割るから集中。よーし、え、15で負けて、嘘でしょ15で負けるとかやめてよ。なんか負けてこれもらうのなんか悔しいなでも刹那の見切りミッション達成しました。裏曲が遊べるようになりましたということで、ちょっと裏曲聞いて終わりましょう。ウィイエイ、キャストワドルドゥ、ワドルディ、うん、お、ミッション60達成、金のドロッチ像が建てられましたよ。さてと、じゃあサウンド裏、お、いいっすね。よし、これで最後やって終わりましょう。裏曲を聴いて終わりましょう。あ、いいね、これが原曲。ちょっとごめん、ワドルディで負けるのちょっと見たい。ワドルディの終わりましたワドルディに負けて終わるっていうね。はい、ということで、じゃあ今回はですね、ここら辺で終わりにしたいと思います。やったー、カービィ青のお面手に入れちゃったね。成績3ボーナス3スタンプももらえちゃった。
ということで、次回もですねマホロアの新しいストーリーをやりつつ、こちらのね、ミッションの方もちょっとずつクリアしていきたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。